降雨車の窓ガラスについた雨粒メディアを再生する、降雨とは、大気から水の雫が落下する現象で、降水現象及び天気の一種。また、落下する水滴そのものを指すこともある。大気に含まれる水蒸気が源であり、冷却されて凝結した微小な水滴が雲を形成。雲の中で水滴が成長し、やがて重力により落下してくるもの。ただし、 成長の過程で一旦凍結し表彰を経て、再び誘拐するものもある。地球上の水循環を構成する最大の淡水供給源で生態系に多岐にわたり関与するほか、農業や水力発電などを通して人類の生活にも関与している。水循環アスファルト上に降り水門を作る、雨移動する雨雲と雨筋地球の大気は場所により量が異なるが、 水蒸気を含んでいる。この水蒸気は海洋や湖の表面、地面からの蒸発、植物からの蒸散などを通して供給されるものである。空気中の水蒸気の量を表す身近な指標として相対湿度があり、通常は単に湿度と呼ぶ。相対湿度とは空気がある温度である時に含むことができる水蒸気の最大量を100%とし、 実際に含まれている量を最大量に対する割合で表したものである。例えば、気温摂氏25度、相対湿度50%の空気には、1立方メートルあたり1 1 4グラムの水蒸気が含まれる。空気の相対湿度が増して100%に達することを、飽和という。空気は何らかの要因によって冷やされることで飽和する。飽和した空気では、水蒸気が凝結して、 微小な水滴を形成する。これが雲である。さきの例に挙げた摂氏25度相対湿度50%の空気1立方メートルを考える。この空気には1 1 4グラムの水蒸気が含まれる。これを摂氏10度まで冷却すると摂氏10度の飽和水蒸気量は9 3グラム毎立方メートルなので、 11.4から9.3イコール2 1ム分が凝結し水滴となることがわかる。空気を冷却して飽和させるプロセスは、主に断熱膨張による冷却である。断熱膨張とは、上空へ行くほど気圧が低いため、空気が持ち上げられて気圧が下がると膨張し、同時に冷却されることを言う。大気の対流。 気団同士の衝突などの大気の大規模な運動、また気流が山にぶつかったりするような物理的障害によって起こる。この他には、例えば暖かい空気が冷たい海面に触れたり、空気が熱放射として宇宙に向かって赤外線を放射したり、高雨時の雨粒が蒸発の際に潜熱を奪い、周りの空気を冷やしたりするプロセスがある。空気中での水滴の凝結は、実際には、 凝結核を介して行われる。玉の形をする水滴には表面張力が働くが、水滴が小さいほど表面張力が強く核醒成が安定しない。ある実験によれば、埃りのない非常に正常な空気中では、摂氏0度の時相対湿度が100%を超過して、さらに430%まで達しなければ、水滴は自発的に形成されない。 対して、通常の大気のように凝結核がある空気中では、エアロゾル粒子の働きにより凝結が助けられるため、相対湿度は、概ね101%を上回ることがない。雲の凝結核として働く、主なエアロゾル粒子には、燃焼ガスや火山ガスに由来する0.1から1メートルの硫酸塩粒子、海のしぶきに由来する数メートルの海塩粒子や、土壌由来の粒子、 有機アロゾルなどがある。雲が出来立ての時の水滴の大きさは半径1から20メートル程度である。これに対し、雨粒の平均的な大きさは半径1000メートルである。なお、雲の中には1立方メートルあたり千万数百億個の雲粒が存在する。半径1から10メートル程度の初期の段階では雲粒の表面に さらに水蒸気が凝結していくことにより通常でも数分ほどで10メートル程度の大きさに成長する。しかし、凝結による成長は流径が大きくなるほど遅くなる。雲粒の平均を半径10メートルだとして半径100倍の1000メートルに成長するためには体積にして100万倍。これを雲の中の平均的な水蒸気量の下で凝結だけで行うと 約2週間かかると試算され、現実とはかけ離れている。実際には10から30メートル程度に達すると水滴同士の衝突により成長する。衝突併合による成長は流形が大きいほど早いため、この段階では加速的に成長が進む。なお、海洋の石雲では吸湿性の海塩粒子が豊富なことから大きな粒子がすぐに生成され、 雲が出来始めてから20から30分程度で雨が降り出すことも珍しくない。蒸気のように一貫して液体のまま雨として降るプロセスを暖かい雨という。これに対し途中で凍結して氷床になり再び誘拐して降るプロセスを冷たい雨という。日本で降る雨はおよそ8割が冷たい雨のプロセスによるものだと言われている。詳細は降水過程を 三小気温が摂氏零度を下回る冷たい空気の環境下で起こる。単体表象の形成としては、水蒸気が凝結核を介して凝結した水滴が、さらに凍結核の働きにより凍結し表象となるパターンと、水蒸気が消化核を介して消化し、直接表象を形成するパターン、さらに表象同士の衝突などで生じる二次表象がある。空気中では、 気温が摂氏0度を少し下回ったくらいでは水滴の凍結が始まらないことが多い。摂氏0度以下で凍らない状態を過冷却という。凍結核は水滴に衝突することによる衝撃や水滴に溶け出すことによる科学的効果などを通しておおむね低、摂氏30度以上の環境下で凍結を流す。摂氏30度以下の環境では 消化による氷床の形成が起こる。また、低摂氏40度以下の環境では、凍結核がない場合でも、純水の筋質核生成により、水滴が凍結する。雲の中で一部の水滴が凍って氷床になり始めると、周囲に存在する過冷却の水滴は蒸発して、氷床の表面に消化するため、急速に成長する。例えば直径10メートルの氷床は、 同じ大きさの水滴に比べて10倍の速度で成長する。氷床は成長過程で分化し、結晶が集まった切片になるものと、主に積乱雲の中で生じるが丸みを帯びた氷の粒になるものに分かれる。切片やあられが落下する途中で、摂氏0度より高い空気の層に達すると溶け始め、完全に溶けると液体の雨粒となる。溶けきれない場合は雪となる。 雪は落下途中で消化しながら消化熱を放出するために摂取3度程度では雪の形状を保ったまま降ることがある。雪になるか雨になるかあるいは雪と雨が混合するみぞれになるかは気温と相対湿度により決まる。またごく稀に冷たい雨の成立する環境下で上空に摂氏0度以上の逆転層が存在するとき 落下中は液体であるものの着地時に凍結して氷の層を形成する着氷性の雨というものも存在する。寒冷前線と温暖前線による雨の模式図なお雲の段階で水滴が落ちてこないのは落下速度が遅いからである。半径一から十メートルのオーダーの水滴の終端速度は一メートル毎秒に満たないが雲の中ではこれを優に上回る速度の上昇気流が 普通に存在するため、浮かんでいるように見える。一方、水滴が半径1ミリメートルの時の終端速度は、秒速7メートルに達し、上昇気流を振り切って落下する。短い場合、特に海洋上で発生する積雲の場合、雲ができ始めてから最短15から20分程度で、雨が降り出す場合がある。また、熱帯地方の暖かい雨の場合も、 30分から1時間程度で雨が降り出す。ただ、これらより長く滞留して降る雨も少なくない。主に雨を降らせる雲は、十周雲系において、騒雲、乱層雲、積乱雲に分類される雲である。騒雲は地上に近いところにでき、弱く変化の少ない雨を降らせることが多い。乱層雲は灰色停止風により変化に富む、形状をする雲で、 雨を降らせる代表的な雲である。積乱雲は上空高く、黙々と盛り上がる雲で、乱走雲よりも激しく変化の大きい雨を降らせ、しばしば雷や雹を伴う。雨雲の下場の高さは実に様々だが、平均的には約500メートルからに000メートル程度で、多くの雨粒はこの距離を落下してくる。周囲の空気が乾燥していると、 雨は落下する途中で蒸発してしまう。この時には雲の下に筋状の雨跡を見ることができ、これを降水場やお流雲と呼ぶ。雨は雲を生じさせる要因によりいくつかの降水型に分類できる。雨の強さ、一定時間に降る雨の量を雨量という。雨量は雨量計と呼ばれる直径2 0トルの円筒形の器具で測定し、その深さを ミリメートルで表現する。通常用いるのは1時間の雨量だが、短時間の降雨の強さを表すために10分間、雨量などを用いることもある。なお、雪やあられなどの雨以外による降水も含めた場合は、降水量という。気象庁では、雨の強さの表現を、時間雨量により次のように分類している。また、災害の恐れのあるような雨を、大雨、その程度が激しいものを、 豪雨という雨強し、編集雨強しの天気記号雨が強く降っていることを指すが、気象学的には1時間に15ミリ以上の雨が降る状態のことである。強い雨とは気象庁の定める雨量が異なる。日本式天気記号編集。日本式の天気記号では、雨の天気図記号の右下にカタカナの津をつける。これは？ 雷強しなどと同様である。大気循環の模式図。降水量のピークは熱帯収束帯と高緯度低圧帯にある。世界では地域によって雨の降り方は全くと言っていいほど異なる。極端な例では1分間に30ミリメートルあるいは1日2500ミ、mm、リメートルもの豪雨が降る地域がある一方、1年に1ミリメートルも雨が降らない地域も存在する。 大まかな傾向として、高緯度地域よりも低緯度の方が雨が多く、また大陸では内陸部よりも沿岸部の方が雨が多く、気温の高さや水の供給源からの近さが影響を与えている。しかし、緯度と雨量は単純に対応しているわけではない。地球を南北に見ると、雨量の多い地域は二つあり、一つは暖気が上昇し続ける赤道付近の熱帯。 もう一つは、寒気と暖気が攻めに合う、中意度の温帯、亜寒帯である。世界の年間降水量を平均すると、陸上では約850ミ、mm、リメートル、海洋では約1250ミ、mm、リメートル、地表平均では約1100ミ、mm、リメートルと推定されている。古い資料では、世界平均で800ミリメートル程度とされていることが、 あるが、新しい調査で海洋のデータが判明したことで、値は、情報修正されている。熱帯雨林気候を呈する赤道付近では、貿易風が収束する、熱帯収束帯で積乱雲が発達しやすく、対流性の強い雨が、毎日のように降る。温帯湿順気候、亜寒帯湿順気候を呈する中緯度では、亜寒帯低圧帯に沿い前線や低気圧の活動が、 活発であり、相乗性の雲から広く雨や雪が降る一方、寒暖差が大きいため対流性の雨も降る。特に亜熱帯や温帯の地域では、1時間雨量の最大値は熱帯とほぼ変わらない。一方、熱帯と温帯に挟まれた乾燥帯の地域は亜熱帯高気圧に覆われ気流が発散し、雲ができにくいため雨が少ない。ただし、 この井戸にあってもアジアアフリカ、北米、南米の大陸東岸では海洋性の高気圧からの南寄りの変炎流や暖流の影響で湿潤となり年間を通して雨が多い温暖湿潤気候となる。これらの気圧帯は季節変化に伴い南北に移動する。これにより季節により雨量が著しく変化する地域がある。乾燥帯寄りの熱帯に位置する。 サバナ気候や熱帯モンスーン気候の地域では、雨季と寒季が明瞭に現れ、年間雨量の9割が雨季に集中する。一方、ヨーロッパの地中海沿いは夏に高圧帯、冬に低圧帯に入るため冬に雨が多く、夏に乾燥する地中海性気候となる。降水量の極地については、降水量を参照雨量は季節や年により変動し、少なすぎても多すぎても、 災害となりうる。大雨や長期間の雨による災害には、家屋の流出や田畑の冠水をもたらす洪水、地滑り、崖崩れなどがある。昭雨による災害には、水不足や干ばつなどがある。雨量の多さと災害の目安については、雨の強さ武士の表も参照。二次雨粒の形状を落下する雨の水滴を雨粒といい、雨滴とも言う。雨水が、 の木などから落ちるのは雨だれ。雨だれが落ちて打ち当たるところを雨水落ちという。なお、雨によるものではないが、濃霧の時、森林の中で霧の微小な水滴が枝葉につき、大粒の水滴となって、雨のように降り落ちる現象を吸という。雨粒の温度は、おおむね気温より冷たい傾向にあるが、落下してくる大気の気温や湿度に左右される。地表においては、 おおよそ湿気温度に近い温度になると考えられている。雨粒は太陽光を反射分光し虹を作ることがある。雨粒の大きさは通常は直径1ト、mm、ル前後でおおむね直径0.2から6ト、mm、ルの範囲内にある。小さなものほど落下速度が小さく特に直径0 5ト、mm、ル未満の雨粒が一様に降る状態の雨を切りめといい。 ほとんど浮遊しているように見えるとされる。一方、直径6ミリメートルを超えるような大きな雨粒は分裂しやすく観測されにくい。雨が降ってくるとき、雨粒の密度は1立方メートルあたり10個から1、00個程度である。雨粒の大きさと密度の関係は、マーシャル・パルマーの流形分布として表せる。 実際にはすべての場合に適用できるわけではないが、大きな粒ほど密度が低い、おおよそ指数関数的な分布になっている。雨粒の落下速度は、雨粒の大きさにほぼ比例する。相当半径 0.1mm では、終端速度7 c m 秒、0 5 m、mm、m では、秒速 4m、1mm では、秒速 6.5m である。2ト、mm、ルでは、 秒速9メートルに達するがこれより大きくなっても速度はほとんど変わらず約秒速9メートルが最大値である。雨粒が空気中を落下するとき雨粒が半径1ミリメートルより小さい場合は表面張力のためにほぼ休憩をしている。これより大きくなると表面張力が小さくなる代わりに空気抵抗が増し、 雨粒の底面が平らなまんじゅうのような形状となる、上、落下時に振動し始めて不安定となり分裂しやすくなる。大きくなるほど壊れやすいため、実際に地上で観測されている雨粒は最大でも直径8ミリメートル程度までである。雨がしばしば累積型で描かれているのは、この葉の先から炉が落ちる時や窓ガラスを伝う水滴が涙形をしているためである。 1951年に北海道大学の孫の長春博士が空中を落下する雨粒の写真撮影に成功し、まんじゅう型を世界で初めて確認した。雨水は大部分が水であるが、微量の不純物を含んでいる。不純物の量は、雨水1リットル中に数ミリグラム数十ミリグラムのオーダーである。不純物の濃度は、雨の降り始めに濃い傾向があり、 降り続くに従い、また雨量が増えるに従い薄くなっていく。また、季節や場所により大きく変動し、工業地帯では濃度が高い。不純物の成分は、ススなどの燃焼由来の有機物、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩素、ナトリウム、土壌由来の成分などで、重金属類が含まれることもある。これらは、雲が発生する際、 あるいは雨となって地上に落ちてくる際、周囲の空気から取り込まれる。降水量の多い日本では、大気中から地表への沈着物質の6から7割が、雨による湿性沈着だと考えられている。また核実験の後などには、雨水中に放射性物質が含まれることがある。雨水中の水を構成する水素や酸素の同位対比は、 海水に比べるとやや軽い同位体の比率が高く、大気中の水蒸気と比べるとやや重い同位体の比率が高い。また、気温が低いほど、緯度が低いほど、標高が高いほど、海岸から離れるほど、それぞれ同位体比は低くなる。雨自体に匂いはないが、雷により酸性されるオゾン、湿度が上昇することによって粘土から出されるペトリコールや、 土壌中の細菌が出すゲオスミンが雨が降る時の匂いのもとだと言われている。通常でも雨水は大気中の二酸化炭素を吸収するため pH は6前後とやや酸性を示す。雨が硫黄酸化物や窒素酸化物などを大気中から取り込み強い酸性を示すものもある。一方、土壌や燃焼に由来するアンモニウムやカルシウム成分を取り込み、 pH が中和されることもある。中国東部では、石炭資源が豊富なためその利用により、硫黄酸化物が大量に排出されると同時に、土壌から黄砂などに由来するアンモニウムやカルシウムが排出され、汚染のポテンシャル自体が高い割に、酸性雨の被害は顕著ではない。大気中の二酸化炭素濃度を考慮した平行状態が pH5.6 であることから、この値以下のものを、 酸性雨と呼ぶが、pH5.0 以下とする定義もある。魚の雨を描いた、え、シンガポール通常とは違い、異物を含んだ雨、色のついた雨が降ることがあり、俗に海雨と呼ばれる。黄砂などの土壌由来の成分や火山灰を含み、黄色や赤色を呈する雨が降ることがあり、泥雨と呼ばれる。また赤色の場合は、血雨とも呼ばれる。工業地帯の灰煙を含んだ雨は、 黒と呼ばれる。特殊な例として、雨と一緒に魚や、カエル、穀物、好みが降るような現象が、世界各地で報告されており、ホールズ・フロム・ザ・スカイズの当時語で、ファフロツキーズと呼ばれる。核攻撃や核実験が行われた場所では、放射性効果物を含む黒い雨が降った例がある。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下の後、 高レベルの放射能を持つ黒い雨が降った。この雨は、触れただけで放射線障害の原因となり、二次被爆を引き起こした。核爆発により放出される大量の熱やその後の市街地の火災が上昇気流を起こし、大量の粉塵が混じったことで黒色を呈した。長崎市への原子爆弾投下後においても黒い雨が降っている。雨の天気記号ラジオ気象通報や新聞に、 掲載される日本式天気図における天気分類では直径0 5ト、mm、ル以上の水滴が降る場合を雨と呼び直径0 5ト、mm、ル未満の水滴が一様に降るものは霧雨として区別する。また時間雨量に換算して1 5ト、mm、ル以上の強度で雨が降る場合は雨強し対流性の雲から降る雨の場合はにわか雨に分類され、 それぞれ天気記号が異なる。世界の定点気象観測で用いるシナップでは、時間雨量3ミリメートル未満を弱い雨、3ミリメートル以上15ミリメートル未満を、波の雨、15ミリメートル以上強い雨として、強度を3区分する。航空気象のメターでは、雨は、RA、中雨は、ュラで表される。ハリケーンリタのレーダー画像。 赤いところほど雨が強い雨の観測は主に、雨量計や気象レーダーにより行われる。雨量計は地点ごとの正確な雨量がわかるが、雨量は地域により大きく偏ることがあり、雨量計だけでは雨の全体像を把握できない。一方、気象レーダーは面的に雨の強さの分布がわかるが、雨粒の大きさを測定できないため実際の雨量、 防災面では、両者の欠点を補うため、雨量計やレーダーの情報を組み合わせて、コンピューター処理した上で活用する。日本の場合、防災を目的に、気象庁の雨出す雨量計が、国内約1300カ所に設置されている。また気象庁の気象レーダーは20カ所に設置され、国内ほぼ全域をカバーしている。このほか国土交通省、都道府県、鉄道会社、 電力会社などが独自の雨量計やレーダーなどを保有している。雨の観測の歴史は古く、最古のものとしては、紀元前4世紀、マウリア朝時代の古代インドで行われた観測記録がカウティリアの著書に記されている。15世紀、リシ朝鮮では清掃が同性の景気を用いて観測を行わせたとされる。中国でも15世紀に観測が行われた。 ヨーロッパでは17世紀に雨量計が考案されロバート・フックが行った観測記録などが残っている。日本では18世紀初めに徳川義宗が雨量を観測させたとされるが記録自体は残っていない。連続した雨量の観測記録の中で最も古く信頼できるものはイギリス・ロンドン郊外の旧におけるもので1697年からの 記録があるこのデータは気候変動を論じる上で降水量の長期変動を示す資料として引用されている。また日本では1875年6月1日に当時東京気象台で雨量の観測が始まった。気象レーダーは波長5から10センチメートルの電波を放射して雨粒からの反射を検知し半径およそ300から500キロメートルの領域内の 高分布を調べるものである。レーダー電波の反射強度は、雨粒の直径の6乗と大気中の個数の積で表される。同程度の雨量でも雨粒の大きさが異なるために誤差が生じることがあり、レーダーのみで正確な雨量は求められない。なお、雪が溶けて雨に変わりつつある時、電波が屈折してしまうためその高度のレーダー反射は強くなる。 これをブライトバンドという。さらに、雨粒以外のもの、例えば鳥や昆虫などの小動物、空気の乱れなどで異常な観測結果が見られることがあり、このようなものをエンジェルエコーと呼ぶ。実用投入されている気象衛星は、赤外線により雲の観測を行うもので、雨の直接観測は行っていない。衛星による 雨の直接観測が可能となったのは1990年代であり、熱帯降雨観測衛星は熱帯の雨の観測を行った。その後、国際的な協力により、複数の衛星による全球降水観測計画が展開されている。雨どいと雨水、タンク、フランスにて地球の水循環の中で雲あるいは水蒸気として、 大気中に含まれる水は約1 3 0 1 5ラムまた年間の降水総量は重量にして約4 0 0キ1 5ラム高さにして平均800ミリメートルと見積もられており、約10日間で入れ替わることに相当する。なお、降水のうち陸地に降るのは4分の1で、残りの4分の3は海洋に降っている。ただし、 陸域では降った雨のうち速やかに地表を流れるのは1割で、残りの9割は一旦地下に浸透して、地下水に転じ、数ヶ月から数百年をかけてゆっくりと流出する。生物にとって雨は生存に必要不可欠な水、しかも引用に適した淡水を供給するという重要な役割を持つ。地上に生息する生物の多くは、雨が集まってできた水辺。 地面に染み込んだ後湧き出す泉やそれらが合流してできる川から生存に必要な水を摂取する。人間においても同様であり、海水淡水化施設を利用している一部を除けば、世界の水道水はほぼ雨に由来する淡水を利用している。また、雨が地形に及ぼす作用は大きい。雨水が地形を削る侵食作用や土壌に浸透することで土質を変化させる作用がある。 植生も雨に左右され、雨の多い地域では森林が発達し農業生産が盛んである。また、例えば雨で地面が濡れると地中からミミズが生い出てきて、それを狙って鳥が低空飛行するという風に生物には雨が降る時特有の生態も多々ある。人類は工業用水や農業用水、飲料水の利用、 水力発電など産業や生活を通じて雨水を源とする水資源を利用している。水力発電は雨水や雪解け水に由来する水の重力落下によって生じる運動エネルギーを電気として利用するものであり、海水の蒸発、雲の生成、降雨といった自然のプロセスを復元力とした再生可能エネルギーである。また雨水の直接利用として 庭先などで雨水を貯留し利用する雨水タンクなどもある。雲の凝結や雲粒の成長を促して雨を増やす科学的な人工降雨は1940年代に初めて試みられた。ドライアイスや洋化銀を表彰核とする方法が広く、用いられ条件の整った雲であれば一定の成果が得られることが報告されている。しかし1971年に アメリカがベトナム戦争において雨を増加させて補給を寸断させる作戦を計画したことを契機に悪影響の側面が議論されることとなった。1976年には環境改変兵器禁止条約が採択され敵対国への気象改変技術の使用は禁止されている。歌川広重名所井戸百景雨の概念や雨に対する考え方は その土地の気候によって様々なものがある。イギリス、ドイツ、フランスなど、西洋の温暖な地域では、雨を悲しいイメージで捉える傾向が強く、いくつかの動揺にもそれが表現されている。一方、雨が少ないアフリカや中東、中央アジアの乾燥地帯などでは、雨が楽しいイメージ、喜ばしいものとして捉えられることが多く、雨が歓迎される。古来より、人は、 恵みをもたらす、反面災悪をもたらす雨を崇拝すると同時に疫していたと考えられる。端的な例として、ノアの洪水のみならず、世界の破壊や創造をもたらす、洪水神話は世界各地に存在する。洪水神話は、雨の破壊性と創造性の二つの面を象徴していると考えられる。また、世界の多くの神話や伝承において、雨は、思考神、 天神、雷神の活動の結果としてもたらされると解釈されている。メソポタミア神話の天候神、アダド、ヒッタイトの天候神、テシュブ、フェニキアの嵐の神バールは天候を支配し雨や洪水を司るとされ、神の怒りが洪水や干ばつの原因だとして恐れられた。ギリシア神話では、全能の神ゼウスが雷を武器として、 他の巨人や神々と戦う際に雨が降るとされた。インド神話では、王インドラが雷神でもあり、悪竜、ブルトラを退治することで川に水を取り戻し、田畑を干ばつから救ったとされる。日本神話では、スサノオがヤマタのオロチを倒した際にその場から出た、天村雲蛛が雲を司る神器とされる。スサノオが高千穂峰に降りた、天村降臨の際には、 雨と風がもたらされたと伝えられる。さらに、天を、父、大地を母とし、両者の交わりによって、雨が降り大地に、実りがもたらされるという、天父地母の信仰も広く見られる。水辺に生息するカエルやヘビなどの動物はしばしば、水人や、水人の化身や家来とされたり、雨とか代わりの深いものとされている。ヨーロッパでは、ある種の鳥や、昆虫の活動を、 雨の前触れとする伝承が広く見られる。雨と関わりの深い農耕や牧畜を行う民族、部族では雨乞いの習族が存在する。雨への依存が大きいアフリカの農民や牧畜民では雨乞いを行う雨乞い師の社会的地位が高いという特徴がある。雨乞いの儀式には広く水や煙、金などが用いられるが、これは水が雨、煙が雲。 金が雷鳴を象徴する、類関樹術であると考えられている。一部では、特徴的な形状の自然物を、ウイシや、雨の葉などの神聖な事物として祀る習俗もある。これに対し、長雨の収束を祈る、ヒコイの習俗も存在するが、雨小屋ほど多くはない。日本では、雨はそれ自体深刻化されず、水神や竜神が司るものとされる。そして、神の出現の際には、 真意の現れとして、雨が降るとされる。これに通じるものとして、七夕などの節日や神社の祭礼の日には、雨が降るという伝承も各地に伝わっている。田植えを得る目安とされる半芸正図の日に降る雨を、半芸うといい、他の神が天に登る時の雨だとされている。また、歴史的に水田稲作が盛んであることから、農民は雨に強い関心を抱いており、 正月や節。一方、大雨による洪水や山崩れを邪神と化した水神の仕業だとする伝説や、激しい夕立ちや竜巻を、竜神の焦点だとする伝承がある。その他、雨の夜には、人玉や幽霊が現れやすい、ともされている。雨は文化的モチーフにもなっている。季節を感じさせるものとして、四季それぞれの雨に対する感性が大きく異なり、 古来より、雨は多くの文学や芸術のモチーフに序情的に描かれ、江戸時代の浮世絵版画においては、歌川広重が交差する線の表現など多様な雨の表現を開拓している。雨により人間の活動が制限されることもある。雨の日に外出する時には、傘やレインコートなどの雨具を持参し身につける。野外で予定されていた行事が、 雨天で中止になったり変更される例はよく見られる。ただし、正雨結構のように弱い雨の場合には雨天に関わらず行事が行われる場合がある。なお、類人猿においてもこのようなことがあり、雨の日は活動が制約される。彼らは雨よけのために木の枝などを集めて傘や屋根のようなものを作ることが知られている。日本は雨が多く四季の変化に富み、 雨に関する語彙、雨の異名が豊富であるとされる。雨の強さや降り方による、表現季節による表現その他の区分からの、表現比較的新しい雨に関する言葉も、生まれている。明確な定義はないものの、微妙に異なった意味で使用されている。金星では、表面を覆う厚い硫酸の雲から、硫酸の雨が降っている。しかし、 地表が摂氏400度を超える高温であるため、途中で蒸発してしまい地表には届かない。土星の衛星のタイタンでは、低、摂氏170度の冷たい地表に、メタンやエタンで構成される雨が降っており、川や湖のような地形も形成されていることが観測されている。ありがとうございます。